いろは歌最後ね今日ね、もとせとす、もうはもうね、も雨雨はい、他にない、もうひんが、そうね、もうひんが、あ欲しかったやつ、もうひんがってなんだ、食べるのやつ、スープと麺、スープと麺、はい、おいろいろいろな野菜入れて食べるね、好きな野菜、お何入れるの？ナナメベディブシネ。日本語でわかりませんよ。チリパウダーとか入れる。だしはだし。スープは。魚。何の魚？魚。魚とあとで豆、豆のパウダーで作って、うん、その中であれオニオンも入れるし、うん、前花ジュのあれバナナの木。ああ、入れてたね。それ大事ね、それ、はい、オニオンとバナナの木は大事、もみ殻の中には。朝ごはんに食べるの方が多いね、ミャンマー人は。そうです、何もない時食べるからトイレに早く行く。今食べたくなった。あ、すればいいじゃん。一人だけ食べる分に食うのはいつもなんか、まあ、めんどくさいみたい。みんな食べるから作るのはいいですけど。あ、そうなんだ。せせせせいざせいざ。はい、じゃあ次すせせ。いやいや、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 せ。それは、ね、それは微妙だ。社長、考えやなに。え、考え、せみょんで書いた時出てくるの。考え、考え、感慨深いとかの考えかな。セミャンはね、水とかと止まってるみたい。止まるのために作ってるの。考えね、農業の考えね、はいはい、それはガバマのグループあるね、セミャンウジタナとか。あのめちゃめちゃ難しい言葉出てきた、はい、考えって今調べたら私は書けないですね、漢字で。セインタロンだって。セインタロン。マンゴーですね。マンゴーですね。それセインテロン、セインテロンじゃない。セインテロン、はい、セインテロンはダイヤモンドを一つみたい。いい名前だね、綺麗な名前。いい匂いね、美味しいし。食べたことある？あるですけど、私はセインテロンあまり好きじゃない。匂いはいい、いい匂いよね。から食べ物からそのぐらいいい匂いしない方がいい。あれだよね、あの強い匂いの食べ物はるか嫌いで。でもドリアンは食べるわ。最強なやつが来た。はるかはじゃあ何の種類が好き？ちょっと酸っぱいですけど、うん、グリーンの時はね、うん、でも、あれ社長、メールは何？メール色はね、黄色になっちゃうとね、緑から黄色になる。売れるとね、はい、売れる時はね、めちゃくちゃ美味しい、甘い、そのジンゴエユード、ジャズイシジンゴエってやつなんだ、うん、はい、ジンゴエティ。マンゴーいつからいつまで食べれる？はい、今はいつでも食べれるまま。一番おいしい時期教えて。あ、暑い時だとまだ、うん、緑ね、うん、色は。あとでちょっと雨、雨はちょっと降る時、うん、森朝はばいそうに、6月、うん、そう、6月ぐらいだとおいしいね、うん、はい、雨季の時期がおいしいんだ。じゃあでも夏の時は前みたいにチリパウダーとか食べるの時期ね、まだその時期。それからあと雨降るの時期になると、それから甘い甘いのもの食べれるの時期になった。本当に美味しかったマンゴー。最後の酢、はい、スーパーマッシュ。こちら英語でね、鼻水出ちゃった。寿司食べたい。寿司食べたいね。スーレとかって意味あるの？スーレ、スーレはボゴダの名前ね。普通にボゴダの名前なんだ。はい、公園もあります。ショベサダもあります。一番多いのは人です。正解。あと車。あ、そう、車。訪れるような場所だよね、行くような。みんな絶対行きたいね。はい、うん、
カゴダの下にさ、占いがあるでしょ。はい、あそこ占いエリアなんですか。そう。行ったことある、はるかたちは。私、ない。ないの。私も。はい。あら。すれば、ゴーダにも1回か2回だけかな。全然行ってないじゃん。ただ、メーナーはね、すればゴーダに行くのは少ない。あの周りからいろいろ行ってるんですけど、見てからね。でも、そのゴーダの中入るのはね、ちょっと少ない。確かに。じゃあ、占い行こうかな。なんかあれですよね、カズさん、昨日も占い行きたがってましたよね。なんか嫌なことあったんですか。そうですね、ミャンマーも同じだよ。嫌なことある時とか、ちょっと大変な時期とかには占いに行くね。あとで大事なことする時も、ね、占いに、それしますとか、それしに行くね。最初は何かある。カズさんの悩みを聞いてあげるコーナーにしよう。社長、どうしたの、隠したいの、彼女欲しいの、どっち。欲しいですね。占いに何か聞きたいのことある。社長、何が聞きたい。占いに聞きたいことか、何歳で結婚籍できますかとか。もうできないと言うと。もうやめろ。どうする、どうする。そんなこと言うのよ。でもほら、占いってそのマイナスなこと言われたら、はい、そうならないように努力するっていうこともできるからさ。そうですね、それは大事みたいに、うん、ね、そうね、だからそれでお金取るわ、社長。お金取られて、精神的にもちょっと取られて。ね、でもほら、それでもしね、カズさんが結婚に向けてなんか頑張ったら、いい結果になるかもしれないって、無理やりポジティブな方向にね。そうね。いろはにほへと完成しました。どういう意味か教えますね。はい、いろはにほへとっていう歌ね。全部の意味はこれも仏教ですよね。そう、まさに仏教、長く続くものはないと、いいことも悪いことも長く続いていくことはないと、終わりがあって、はい、いろんなものが変わっていくと。ミャンマーにもありますよ、そういうの。そうでしょ、長く続くことはないと、いいことも悪いことも、はい、いつか終わるし、その度にいろいろね、はい、また新しく変わっていくから、コロナのね大変さも長くは続かないよ。本日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは、はるかと、はなと、かずでした。たかー。